琉球処分、琉球併合、沖縄併合は、旧琉球王国が、中国の作法体制から切り離され、沖縄県として大日本帝国に編入された、明治初期の政治家庭である。この家庭において、1872年の琉球藩の創設に始まり、1879年の琉球王国の併合、解体、翌年末のユリシーズ S エスグラントの仲介による、 清との外交交渉を経て、事実上、琉球王国は消滅した。また、1879年の出来事や変化だけを指して、より協議に使われることもある。琉球処分は、侵略、併合、国家統一、内政改革など、様々な特徴を持っている。江戸時代の初め、1609年の侵略により、琉球王国は、 日本の薩摩藩と徴工国宗主国の関係を結び、その後250年以上にわたって、徳川家の治める日本の事実上の首都である江戸に一連の施設団を派遣した。その一方で、中国とも作法関係を続け、施設団の受け入れと派遣を行っていた。この二重の地位は時に、日資領族という四字熟語で表される。このように、 日本の他の地域に対する琉球の政治的地位は少なくとも3つの点で例外的なものであった。すなわち、反制度の一部を構成するが直接的ではなく第二直しの国王によって統治され、鎖国政策にもかかわらず外国の大国と反自立的な外交関係を結んでいた。1868年の明治維新後の数年間には、 廃藩地県が行われただけでなく、新しい国民国家の国境を固める努力がなされた。1871年、新国台湾で難破した琉球人数10人が、虐殺された宮古島島民遭難事件を契機に、琉球問題が表沙汰になった。事件をめぐる清との交渉が続いていた翌年5月、大倉大輔の井上香織は、 琉球は長らく薩摩に従属しており、日本の管轄に戻すことで、祖国の単一制度が可能になるとして、琉球の併合を提案した。1872年の正月、奈良原茂と伊地知貞は、琉球に渡り、宮廷の役人と協議して、薩摩の島津氏に対する王国の救済務を放棄することに合意した。そして7月、琉球政府は、 明治維新の成功を祝う言葉を送るべきだと伝えられた。家王子と義野案親方が東京に正式に派遣され、9月初めに到着した。14日に明治天皇に越見し、書簡を提出し、天皇の演説を聞き、薩摩に長い間従属してきた歴史に言及した。また、天皇は外務教の添島亀臣に章章を読み上げさせ、その中で、 正体を琉球藩王に昇格させた。グレゴリー・スミッツによれば、厳密に言えば、琉球藩の設立が琉球処分の始まりだったという。続いて2週間後には、1850年代に琉球とアメリカ、フランス、オランダとの間で結ばれた条約を、東京の政府が継承するという大上官復告が出された。 明治維新の成功を祝福するために、琉球王国から派遣された施設。前列左から、義和朝康、家王子、紀安親雲城朝、タスク、後列左から、山里親雲城、外務省の役人1874年5月、日本は、台湾への懲罰的遠征を開始したが、同年10月31日の和平朝廷において、英国が、 朝廷役を務め、清は賠償金の支払いに同意しただけでなく、琉球人を日本国族民と称し、翌年、ギュスター・ブエミール・ボア・ソナードは、この事実を条約の最も幸福な結果と表現した。一方、1874年7月12日には、琉球に関する責任が外務省から内務省に移された。 1874年11月、琉球政府は新興市を派遣したが、内務卿の大久保利道はこれを批判して、古い時代遅れの法律に固執し、道理をあきまえない、琉球藩の体質を改善するための方策を、調査報告書にまとめ、藩の交換が東京に召喚された。1875年3月、日本政府は、藩の処分を決定した。 内務省の松田道幸が処分官に任命され、74名の施設と共に琉球に派遣された。7月14日、首里城に入った一行は、亡き人王子と面会し、9つの要求を提示した。中国への徴降、宿題施設の派遣中止、中国からの施設の接待中止、日本の言語の採用、神経法志向のための東京への三役派遣。 反省改革、改装改革、十数名の留学生の東京派遣、福建の琉球館廃止、国王の東京訪問、日本軍の駐屯地設置である。現地政府は、管理、学生の派遣と最小限の駐屯地設置には同意したが、日本の言語の単独使用、案内改革、外交権の制限、招待の渡航には反対した。苛立ったツダは、 9月25日の3条、耳大状大臣への報告書で、将来的に、琉球藩を廃止して、沖縄県を設置する、可能性に言及した。1876年9月、那覇港の近くに兵舎が完成し、熊本賃大の兵士25人が配置された。その3ヶ月後、琉球藩は清氏に密使を派遣し、新興氏に対する日本の干渉に注意を喚起した。 1878年、真の外交官伊官明が、寺島宗則外務教と2度にわたって会談し、琉球との外交関係が終わったことを訴えた。その数ヶ月前には、東京の琉球代表が、日本の扱いへの不満を訴え、援助を確保しようと、アメリカ、フランス、オランダの代表に密書を送っていた。また、日本は父、中国は母として、 旧来の二重中正制度への復帰を求める嘆願書が日本政府に14通提出されたが、二人の皇帝に使えるのは二人の夫に使える妻のようなものだとの答えが返ってきた。年末には伊藤博文内務卿が藩を県に改めることを決定したため、琉球の役人は東京から追放され、東京の感謝も閉鎖された。琉球処分時に、 首里城の関解門前に立つ日本政府軍1879年1月、松田は再び琉球に渡り、首里で藩の役人と会い、三条耳からの清との国交断絶を求める書信を読み上げた。正体は、手紙や役人を通じて、年貢を収めず、衆議を出さないと、真から罰せられると回答し、自分の立場の難しさを理解してほしいと訴えた。 1879年3月11日、松田は三条耳から、もう一度琉球に行くよう指示を受けた。この時、松田は、内務省、管理32名、その他の管理9名に加えて、警察官160名、熊本鎮台の兵士300から400名を、連れて行った。25日に、那覇に到着した、松田処分官は、その2日後に、泣き人王子に、 月末に琉球班を廃止して沖縄県を設置することを通知し、その日までに首里城を明け渡すように指示した。29日に国王は出発し、その2日後に松田は部下を引き連れて首里城に無抵抗で進軍した。4月5日、大上官は読売新聞の一面で琉球班が廃止されて沖縄県が設置されたことを国民に発表した。 その数日後、天皇は、正体の健康状態を調べさせ、旧国王に、明治丸を預けて、東京に招くために、富野工事刑事課を派遣したが、正体の病気は治らず、富野工事は代わりに、高則を連れて帰った。さらに、清に介入する時間を与えるためか、数週間に遅れて、5月27日、正体は、東京に向けて出港し、 天皇に越見した後、家族の公爵の地位に就いた。しかし、スミッツが指摘するように、琉球の主権問題は、国際的にはまだ解決していなかった。新政府が併合に猛反発し、武力解決を主張する高派がそれに拍車をかけたことで、琉球問題は、日清戦争を引き起こす重要な要因となった。1880年、日本は、 立候賞の働きかけと来日したユリシーズ・エス・グラント元アメリカ大統領の仲介により、清と交渉を開始した。双方が琉球を分割することを提案した。日本は、八重山諸島と宮古諸島という自国の領土の一部を引き渡す代わりに、日清州行条機を改正し、日本が真の国内で貿易を行い、再恵国大軍を受けることを提案し、清は、 天見大島とその周辺の島々を日本に、沖縄を、琉球国王に、八重山諸島と宮古諸島を清に渡した後、琉球国王に返還することを提案した。交渉は進展したが、年末になっても清は協定の批准を拒否し、現状維持が続いた。一方、明治政府は、清政府の抗議に対する日本の琉球諸島に、対する主権の覚書の中で、 地理的、歴史的、人種的、言語的、宗教的、文化的な類似性を挙げて、主張の正当性を裏付ける、数々の要因を提示し、廃藩置県によって琉球は改革され、中央政府の管理下に置かれる最後の国内領土であると述べた。沖縄内では、日清戦争での日本の勝利により、長引く不満が解消された。 戦後、サンフランシスコ条約第3条に基づく琉球の地位、復帰交渉で沖縄代表が外されたこと、日本政府が交渉時の約束を守れなかったことなどに関連して、琉球処分という言葉が再使用された。佐藤栄作総理大臣は、復帰交渉に沖縄代表が参加していないことを理由に、新たな琉球処分に加担したとして、国会で非難された。 復帰2周年を迎えた沖縄タイムスはこれを沖縄処分と呼んだ。最近では琉球新報の社説などで沖縄の米軍基地問題に関連して琉球処分という言葉が使われている。ありがとうございます。